はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、と、一人ビブリオバトルね。放送再開して、一冊目の本が、この、魂をもてなす、霊的同伴への招待という、えー、本なんですけど、中村幸さん、2021年アメンドから出ている本でございます。えー、まあ、導入はね、結構第一回でたっぷり語ったんで、えー、早速内容に行きたいと思うんですけども、えっ、ー、とですね、えー、9から10ページ読んでいきましょう。 えー、もしかしたら自分はそういう働きに召されているのではないかという思いもありましたそこでワイチンに、えー、相談した上で、えー、このイチンって確かなんかこの自分のその霊的同伴をしてくれた最初の人だったと思うんですけどちょこね間違ってたかもしれなさい、ね、ですねイチンに相談した上で、えー、2014年の夏シカゴ郊外にある えー、クリストス霊的形成センターが提供する2年間の訓練プログラムに申し込みましたと。で、そのプログラムの名称は tending the holy と言いました。で、この tending the holy っていうのが、その、あの、えっ、ー、と、天土っていうのが、えっ、ー、と、薪をくべるっていう意味があるらしいんですよね。えっ、ー、と、読みますと、えー、暖炉や焚き火の木がやる 消えないように薪を継ぎ足したり、えー、風を送ったり、えー、焚き薪をつっついたりすることを火を点度すると言いますね。あ、炎を点度するね。だから、てんるてんるだ、ファイヤーっていうんじゃ、言うのかな。だからでいいと思うんですけど、だから、それがその焚き火とかで薪木を。 薪を、えっと、くべったりとかそれつっついたりとか火をね風を送ったりまあそういうのを天秤っていうらしいんですよ面白いなんか日本語にはないさ包括的な表現で面白いなと思いましたけどこの「テンディング・ザ・ホーリー」っていうね「ンド」という英語は何かに注意を払い世話をしそれが消えたり死んでしまったりしないようにむしろますます大きく育つように手入れをすることを意味します。 なんかこのね、だから、天度っていうね、英語のこのふくよかさといいますか、ね、まあ、逆に日本語の方がね、ふくよかなね、えーと、日本語にしかないなっていい言葉いっぱいあるけど、英語もね、やっぱこの一言でそういう注意を払い世話をし、それが消えたりし死なないように、むしろますます大きく育つように手入れをすることっていうのを天度っていう。だからなんかで 事業とかもにも言えるますよね。だから事業とかに使うかどうか分かんないけど、なんかすごく豊かなね、英語だなと思いますね。で、つまり、テンディング・ e ホーリーとは魂のケアのことで、霊的同伴の本質を見事に表現してますと。<laughs> で、あのー、第一回でね、その、霊的同伴っていうのは、人生っていうのはね、その霊的な旅っていうか、巡礼の旅だとするならば、クリスチャンの人,人生がね、 えとその巡礼の同伴者というか、まあ、シェルパと言うのかな。なんかそういうのが霊的同伴なんだよみたいな比喩を話したと思うんですけど、でもこの霊的同伴、えー、と英語でスピリチュアルディレクションというのは、まあ、いろんなこう比喩ができると思うんですよね。で、その中でも、この、えっ、ー、と、その霊的な焚き火に注意を払うみたいなのは、すごいいい豊かな比喩だなとも思うわけですよ。 だからそれってまさにその第1回で言ったけどあアートの技っていうかさねその技術と訳されるけどむしろ英語のアートの方が近いなんかこうすごくマニュアル化するのは非常に難しいんだけどすごく熟練した経験なりそのね知識なり技能なりまた人格すらも要求されるような。 まあそういう包括的な技術っていうかねアートなんだなっていうのがすごくよく表現されてますよね。だからそのある人のその <laughs> 霊的状態みたいなのを月に1回とか例えば、えー、っと60分とか90分とかのセッションで会話する中でその人が今どういう状態にいるのかっていうのをそのそれがさ <laughs> その人に今あなたがこういう状態にいますよみたいなのは まあなんか物粋でもあるし、もうそれはもはやカウンセリングだし、むしろその墓灰カウンセリングってことだと思うんですよね。だけど、霊的同伴ってそういうことはしないわけじゃないですかで。むしろそのね、えっと、まさにクライアント中心療法的な考え方に近いと思うんですけど、えー、その非同伴者ですよね。その旅を歩む本人が一番見えてるはずで、だけど、その同伴する側も、えっと、 これは今どういう場所かっていうのがえっと自分の経験とか知識から分かっているからこそえその人に今必要なのが炎の比喩で言うと風を送ることなのか薪をくべることなのかね今はそっ,てそっとしておく時なのかみたいなことが分かるっていうまあこれがその優れた霊的同伴者のねやっていることなんだみたいなのがこの Tending the Holy。 えっと、中村幸さんはそのシカゴに暮らしてらっしゃって、えっと、<laughs> その、えっと、霊的形成センターっていうのがあってねでその霊的形成担当牧師からそういう霊的同伴を受けた結果これはいいぞってなってじゃあその人が訓練を受けた センターに行って2年間のプログラム申し込んでそれをね履修された方なんでまあこういう本も書けるよということなんですよね <laughs> 17ページ行きましょうかえ霊、ー、性とは何でしょうかまず霊性とはクリスチャンや、えー、宗教的な人だけに関わるものではありませんテイヤール・ド・シャルダン これ、イエズス会司祭、思想家。シャールダン、なんか、僕もあんまなんか、この人は著作は読んだことないけど、よく名前は聞くなって人で、えっと、1881年生まれ1955年あ、1995年に亡くなってる。いや、亡くなった年で言うと、すごくあの、ね、<laughs> ヘンリー・ナウエンとかに近い感じですよね。で、えー、カトリックの司祭でっていうね。<laughs> で、このシャールダンは、 私たちは、えっと、えー、霊的、えー、研究かな、えー、ごめんなさいね。えー、っとね、これ、翻訳があれだな。<laughs> そうですね。はい。霊的研究をしている人間ではなく、ああ、そういうことね。霊的、あ、経、経験だ。えー、っとね、私たちは、ごめんなさいね。 えっと、私たちは霊的経験をしている人間ではなく人間の経験をしている霊的存在なのであると言ったそうです。クリスチャンに限らずまた信仰のあるなしにかかわらず人は皆神の形神の像に似せて作られ神によって息を吹き込まれた霊的な存在なのです。これなんかすごいなんつうのかな染みる言葉ですよね。 だから、その、えっと、ヒューマンビーイングスが、まあ、これ、かっこで、ヒューマンビ人間に、カッコヒューマンビーイングスって書いてるんだけど、その。ヒューマンビーイングスが、えっと、スピリチュアルエクスペリエンスをしてるんじゃなくて。ね、テイアードシャルドンによると、スピリチュアルビーイングスが。ヒューマンエクスペリエンスをしているんだって言うんですよね。で、そ、そういう順番なんだみたいな。なんか、その、人間観で言うよね、だから。<laughs> ある種の、こう。 えと方法論的科学主義っていうんですけど <laughs> まああの日本では唯物論とちょっと間違えて訳されてる方法論的科学主義なんですよ日本の日本の人が唯物論唯物論って言ってるのはでこの方法論的科学主義によるとねあの人間ってもうそもそもアミノ酸とかに還元されるって考えるんですよね水とアミノ酸に還元されるでそうするとその中に霊的ねえ、ね、と現象が立ち現れているのが我々がスピリチュアルって呼んでるものだみたいな その外から内に向かう解釈なんだけど、えー、シャルダンはそうではないとスピリチュアルビーイングがヒューマンエクスペリエンスをしているつまりコアにあるのはスピリチュアルビーイングス私たちの霊的存在というものがあってそれがたまたまその科学の言葉で言えばアミノ酸とか水っていうものから構成されているという経験なのであるそういう順番なんだよみたいな,なんかクリスチャンの人間観に関わる結構すごく僕はこの言葉は染みましたね次行きましょう え次はですね、マルホーランドという人がいて、僕ね、このマルホーランドっていう人の本ね、一冊確か読んでんだよね。うん。で、なんか、読んで、あ、ごめんなさい、4勘違いかもしれない。あの、船の右側だわ。船の右側で翻訳されてたんでは一時期。で、あるだ、ただ一冊丸々とかじゃなかったんで、部分的に抜粋だったけど、なんか、その、スピリチュアリティに関する著作。 をまあ、テキストを読んだことがあるという。で、えっと、このマルホランドっていうのは割とこう新約聖書学者で、えー、アメリカで有名な方らしいんですね、えー。21から22ページ。アズベリー新学校の副学長を務め、新学生たちの霊的形成の指導にも当たっていた新約聖書学者の、えー、M ・ロバート・マルホランド・ジュニア。 えこれ1936年生まれ2015年に亡くなっている人ですねでこの方はクリスチャンの霊的形成を次のように簡潔に定義し,、えー、定義しています、えー、クリスチャンにとっての霊的形成とは他者のために精霊によってキリストの形に似せられていくプロセスであるクリスチャンにとっての霊的形成とは他者のために精霊によって キリスストの形に似せられていくプロセスであるもうこれ以上ない簡潔な定義であり僕はもはやこれってクリスチャンのの人生の定義ででもあると思うんですよだから言い換えるとクリスチャンにとっての人生とは他者のために精霊によってキリストの形に似せられていくプロセスであると言っても僕は間違いではないと思うそれぐらい簡潔なやっぱ進学的に奥行きのある素晴らしい簡潔な定義だなと僕は思いますね。 さらにこうも言っていますそれは神の言葉によって私たちが形作られることであり情報を得ることによって自ら変化をもたらすことではありません。クリスチャンの霊的形成とは私たちの存在を形作る神との愛に満ちた関係であり自己啓発や霊的成長や成果のための方法やプログラムやテクニックではないのですと。 つまりまあ神様と私たちで協力して行うまさにアートなんだと。これが霊的形成の本質であり、まあ僕に言わせればクリスチャンの人生の本質なんじゃないかなと思いますよね。我々の人生って結局最後の最後死ぬ時にどう評価するかというと僕なりの言葉ではどれだけキリストにいたかこれに尽きるかなと僕は思うんでね。 で、霊、え、性、ー、に関して多くの著作のあるダラス・ウィラード、この人もめちゃくちゃ有名ですよね。で、結構霊的同伴とかの話題では必ずなんか、ウィラードの名前は出てくるんですけど、ダラス・ウィラード、この人も、えー、1935年生まれ、2013年に亡くなってるそうですね。で、ダラス・ウィラードは、霊的形成というとき、それは個人の霊、過去、つまり内面の形成変容であると同時に、 神の御霊による形成変容であるという二重の意味があることを指摘しています。なんかその御霊と私たちの共同作業っていう部分がやっぱりウィラードもマル・ホランドも強調していることでそれはなんかこう学んでねなんかセミナーでとか訓練会でとかそういう方法論というよりもむしろこう ちょっと神秘的と言ってすらいいそういう神と人間のなせるアートなんだそれが霊的形成なんだみたいなことですよねこういう考え方もすごく重要だと思いますね次行きましょう <laughs>、えー、次はですね22から24ページここでもですねマルホランドが出てくるんですけども、えー、マルホランドは霊性について2つの考え方を対比させています、えー、こっからが マルホランドの、えー、テキストで結構長いんですけど「霊性を何か所有するもの」と捉えるなら霊的成熟への道は自分が目指す霊性に到達しその状態を保持するための情報やテクニックを得ることに終始します。弟子であるとは私が所有する霊的生活と見なされ それを得ることを可能にするための行動によって定義されることになります。それがもたらすのは、目指す霊性に到達させてくれそうなテクニックや方法やプログラムの再現ない追求です。しかし霊性を旅路と捉えるなら、霊的成熟への道は、より忠実に神に応答していくことの中に見出されます。 それはご自身の目的に沿って私たちの歩みを導いてくださる方その恵みによって私たちの遠回りをあがらってくださる方その力によって過去に通ってきた旅路の支配から私たちを解放し道を曲がるごとにその臨在を持って私たちと出会い変容へと招いてくださる方その神への応答です言い換えれば 全人的な霊性とは私たちの人生と存在の上にある神のご支配に対してより敏感に応答できるようになっていく巡礼の旅路なのですと。えー、ここでねマルホランドが引き合いに出しているこの前半の霊,的霊性っていうのかな霊性を何か所有するものだと捉える。 あり方それをなんかテクニックとかねプログラムを通してこれが私の冷静なんだそれを手に入れるためにこのプログラムに参加するという考え方ってまあ僕の言い方だとその冷静をスタティックなものとと見てるんんだと思うんですよね、えー、日本語で言うと静かに敵と書いて性的って言うんですけど何かしらこうねえっと手に入れたり失ったり貸したり借りたりできるものみたいな。 あるいはまあ技術みたいな着脱可能なものみたいなえそういうこのスタティックな見方だと思うんですよで後半にマルホランドが言ってるのは霊性を動的なものダイナミックなものと捉える捉え方なんですよねつまり霊性っていうのはスナップショットじゃなくて動画だとじゃあその動画はどういう動画かというと神と私たちの絶えざるそのコールレスポンスっていうか、まあ、神と私との旅路なわけですよね でまあ旅とは旅自体が目的なのだみたいな話ってあるじゃないですか旅って目的地のことじゃなくてねその目的地に向かうまでのあれこれが旅なわけじゃないですかで冷静ってそういうものでねだからそういうそのれ冷静の形成っていうのはなんていうかなそのピアノのさなんかあるじゃないですか,かピアノで例えたのが悪かったな <laughs> 何も知らねえよ <laughs>。あの、あの、柔道のさ、茶帯とか黒帯とかあるじゃないですか。で、黒帯とかってさ、あの、一応そのスタティックなわけだよね。で、黒帯を手に入れた人は黒帯なわけなんで、一生ね。えー、なんだけど、冷静ってそうじゃなくて、その、その旅路そのものが冷静だと考えると、我々は、なんていうのかな。それを通して形成されていくプロセス全体が冷静なわけだから、みたいな話で。なんか、 そのえー、とあれに似てるよ、ね、あのビクトール・フランクルの「夜と霧」でねあのフランクルはこう言ってるんですよねあの我々は人生に意味を問う側にないと目的を問う側にないとそうじゃなく我々は人生から目的、ね、意味を問われているんだっていうそういうその視点の切り替えがあるんですよねで前フランクルが言う前半って意味とか目的っていうものをその スタティックに捉えてるるからその意味を得るんだとか目的を得るんだだから人生の目的で何ですかそれはこれですよみたいな形だと思ってるんだけどそうじゃなくて我々の方が人生から問われてるんだって考えるとそれはもう耐えざるプロセスなんだよね死ぬ時まで続くんだよね永遠に未完成の作品なんだよね そしてその作品というのは完成物に価値があるんじゃなくてそのプロセスの中にこそ価値があるんだよね。でこれが我々の人生だよっていう感覚はまあその霊的形成に関心があろうが関心がなかろうが非常に重要なそして何だったらもうクリスチャンだろうがそうじゃなかろうが非常に重要な視点なんだと僕は思います。えー、で、 今のまで、今のところまでがマルホランドのテキストで、そこからは、えっと、中村幸さ,さんがこれに対して、えっと、解説してるところね。<laughs> 僕がもう解説し終わっちゃった感があって申し訳ないんですけど。ああ、だから僕のフリーフレーズと全く同じ。なぜなら僕はこれを読んでるから、ごめんなさいね。で、だからなんか、その、重複する感じになって。 あの申し訳ないですけど、えー、前者の見方は霊的を、えー、霊,霊性を性的なもの自分が習得すべき対象物のように見なしていますそこでの主体は自分です自分が目指し自分が得るものです機能性や効率が重視される私たちの世界では霊性つまりスピリチュアリティですよね霊性でさえも自分が得るものを所,有所持するものを習得するものを達成するものと考えられがちかもしれません どうしたらもっと霊的になれるのかといった問いはまさにそういう考え方から来るのでしょう。霊性が私が得るもの、達成するものであるならば、マルホランドが指摘しているように、私たちに必要なのはそれを得るため、達成するための方策、テクニック、プログラム、方法、知識など閉じるということになります。 しかし、後者の見方は、霊性を動的過去ダイナミックで、神との関わりの中で変化していくものとして捉えています。主体は神で、私たちはそれに応答するものです。つまり、精霊の導きや促しに応答しつつ、神に向かって歩んでいく。霊的変容の旅路です。霊性が旅路であるなら、 私たちに必要なものは道連れ旅の仲間ではないでしょうか <laughs> っていうねえー、で最後1箇所いきますねえっと <coughs> 24ページですあのなかここで中村幸さんによる霊的同伴の定義っていうのが出てくるんで <coughs> これ紹介しますねえキリスト教における霊的同伴を定義するならば 一人のクリスチャンがもう一人のクリスチャンの霊的旅路、キリストに似たものへと変えられていく霊的形成、霊的需要の旅路、カッ閉じるに同伴し、その人が神との関係をより深め、自分の日々の生活の体験の中にある神の臨在や、見業や、自分に対する神からの個人的な語りかけに気づき、注意を払い、 そこにある招きに応答していくことを助けるための定期的な面談ということができます。これがまさにその霊的同伴のセッションの定義ですよね、中村幸さんのね。で、まあ、その冒頭で僕、第1回に言ったように、これを僕がなんか、まあ、この本手に取ったきっかけっていうのが、あ,あるね、その人材技術を通して、そのね、あの1回のセッション、60分のセッション7000円払ってから、えっと、やってほしいんだ、人材。 やっっっててしいんだっつってでただまあその僕そのこの分野に明るい友達に聞いたら二重関係になるから知り合いのはちょっと適切じゃないよみたいに言われてだけどまあ学ぶだけ学んでみるかみたいなで結局その方にまあこういう状況だからそのそのある種こう霊的同伴というフレーミングの中では僕ちょっとごめんお役に立てないかもしれないんだけどあのー、その知り合いね友達を通してあのー そういう霊的同伴できる方をご紹介することもできるよって言ったら、まあその人は、いやちょっと、しゅんくんと話すだけでいいから、ちょっとやってもらっていいっ,つって。で、それは霊的同伴っていう別にフレーミングに入んなくてもいいし、ただその自分のやっぱりこう、孤独な霊の旅路みたいなものを、その分かち合って、その自分が、うんとなんだろう。今神様との関係の位置関係を、 GPS のように把握する、それ脳みそ貸してくれるみたいな感じですよね、要はね。で、まあ僕なりにちょっと本当にこう、なんか無資格者がさ、あんまこういうことしない方がいいなっていうのは、もちろんあるからね。あのー、あくまでそう,そういうコンセンサスのもとでならば、ちょっと試しにやってみようかみたいな感じで、結論から言うと、えっ、ー、とね、これね、えー、8月から始めたのかな。で、最初もね、あの、 1>, 1ヶ月お試しで無料でやらせてもらって、で、じゃあちょっと有料になっていいからやってくれるって言って、今、4ヶ月目ぐらいになってるのかな。一回僕、ちょっと体調悪くて休憩したけど。で、なんか結論から言うと、めちゃくちゃなんか喜んでくれてて、で、まあそっからまたね、あの別な、そのプロのというかさ、中村幸さんみたいな訓練受けた人につなぐかもしれないし、つながらないかもしれないんだけど、今んとこはすごく、あの、まあ僕はその、 サービスを提供する側だからあんまそのし、ね、僕の言葉にはそういうバイアスはかかるかもしれないけどなんかねすごく僕にとってもあのななあの初めての経験だしこういう、まあ、聞き屋っていう完全に聞くだけのボランティアはしたことがあるしあるいはそのチュータリングって言ってその人のニーズに合わせて僕がバ,バンバンインプットしていくっていうそういうのもやったことあるんだけど何て言うのん むしろんしないことの方がお多いっていうことを、えー、とある種まあねお金をいただいてねサービス提供してるわけだからあ結構なんか僕の中でも緊張感があるし、えー、すごく学びながらやったしで今もやりながら。 なんか自分なりに、えー、とこれは別にそのサービス内容とか地、ね、名義塾の宣伝とかそういうこと抜きにしてもなんか自分がこれからその友達とかあるいはこれから娘が大きくなったりとか、まあ、妻もそうです、えーね、教会とかで知り合った、えー、とクリスチャンの方とじゃあ関わるってなった時に、えー、とすごくん必要な技術っていうとすごい安い言葉になっちゃうんだけど。 えっと、大変役立つ、えー、経験ですね。なん うまく言葉にでできないんですけどこれをやってもらったり実際ね自分が体験やってもらって体験したりとか自分がまあなんか訓練受けられたら受ける機会があればね日本でもねあ,あるでしょうからね、えー、だからそうやって習ったりとかそして実際に自分でハンドオンでそうやって人を導いてみたりすることっていうのはなんかもしかしたらなんかこう職場の新人とかに仕事を教えることにすらもしかしたら役に立つかもしれないぐらい結構汎用性の高い概念でなんかね僕 としてはなんかものすごく学びが多いこの分野は学びが多いぞと直感しているからこそちょっと皆さんにもね共有したいかなーって感じでやってます。ということで最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまたあの第3回に続いていきますので次回もよろしくお願いいたします。それではさよなら